現地の古語で虹の地を意味するコザマルカ。この地を訪れた者がまず目にするのは虹を生む大瀑布だ。断崖から流れ落ちた水が広大な湿地帯を形成し、そこで生きる全ての命に否応なく適応を求めている。ウクラマトと俺たちは湿った道に足を踏み出す。かつて連王が旅した道筋をなぞるために。すごい滝、この距離からでも迫力を感じるわ。狩りに行ったハーム島もなかなかだったけどよ、トライオラの自然だって負けてねえだろ。コザマルカは湿地帯なだけあって足場が悪い。ぬかるみに入って転んだりするなよ、ウクラマト。分かってるって、前に来たことがあるって言っただろ。ハヌハヌ族の集落オックハヌはこの街道の先だ。とっとと進もうぜ。ゾラージャ兄さんとバクージャジャの野郎はまだみてえだな。
ここでつまずいてくれれば後が楽だけど、あの兄さんに限ってそれは期待できないだろうな。ではでは、改めまして、私はハヌハヌ族の族長を務めるザヌハリと申します。そしてそして、あなた方の王としての器を測る連合の先祖でもあります。ではでは、早速試練について説明するとしましょう。あった、俺様を置いて勝手に始めてもらっちゃ困るぜ。げ、あいつ。はいはい、慌てなくてもこの試練に時間切れはありませんからね。ではでは、今度こそ。ここオックハヌはトライオラ叙事師の足の章において、連合と私たちハヌハヌ族が絆を結んだ地です。その故事に倣って皆さんには足の試練に挑んでいただきますよ。足はハヌハヌ族の文化に関わりが深いようだが、一体どんな試練なんだろう。実は実は、近くの水田で足を育てていましてね、私たちはそれを食べたり編んだりして生活に役立てているのですが、なぜだかなぜだか不作に陥ってしまいまして、そんな時、連合から先祖に任命されたものですから、これ幸いと皆さんを利用しようと思い立ったわけです。皆さん皆さん、王位を目指す方々ならば不作を解決するくらいわけないでしょ。まあ確かに、民の悩みを解決するのは王の務めだよな。そうでしょうそうでしょう、見事やり遂げた方には足の秘跡をお渡ししますよ。わざわざそんなまどろっこしい真似をしなくてもよ、実力行使で奪えばいいんじゃねえか。おや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 、パクージャジャ殿は血気盛んですね。連合の戦者の中にはあなたのような輩を相手に従う者もいるでしょうが、そんな楽しくないこと私はお断りです。同意もなく戦者に害をなした場合、即座に失格とするよう連絡が行く手はずになっています。それでもというのなら、その剣を抜くがよいでしょう。戦者ってのは臆病者でも務まんのかよ。すっかり今日が冷めちまったぜ。ではでは、気を取り直して、ただいまより足の試練を開始します。私の持つ秘跡が欲しければ超えてみせなさーい。とつ国の知識があるオス猫くんはオイラたちの知らない策を持ってる可能性がある。泳がせれば利用できるかもね。ならメス猫ちゃんの方はどうだ。
てるくせに。あれは二人の王子に比べたら論外だってさ。見事な見解の一致だね、弟や。俺様と爆風邪城やってるだけあるぜ。まあ、メス猫ちゃんの保護者どもはちったやるようだがな。くっそ、あいつら見てろよ、私だって。ザヌハリさんの話ではこの試練に時間制限はないそうよ。焦らずにゆっくり考えましょう。ああ、そうだな。あんな野郎に負けてたまるか。
なんだお前たちは。挨拶、挨拶。オフォカリオフォカリ、どうやら礼儀はわきまえているようだな。郷に行っては郷に従え。トライエラが多部族国家であるからこそ、それぞれの部族が大切にしてきた文化を尊重すべきなのだ。そうか、だからお前はハヌハヌ族の文化にも詳しいんだな。確かにお前の言う通りだ。共に生きるってことはお互いのことを知るってことなのかもしれねえ。ほう、柔軟な考え方をする。そういえば君の姿見覚えがあるような。ってウクラマト王女、まさか第一王女がこのようなところにおいでとは。このウケブ、礼儀を語っておきながら王族の方に無礼を働くとは別会のしようもございません。どうかその斧で人思いにこの首を。怖えこと言うんじゃねえよ。まあ気にすんな、私は堅苦しいことは嫌いなんだ。そうですか、では気にしません。切り替えが早いわね。実は遺品花祭に使う神輿が壊れちまって、新しい担ぎ棒と目を作ってほしいんだよ。ウユイポの木とアボキシャって石を使うんだろ。ええ、そうです。喜んで協力させていただきたいところですが、その材料が底をついておりましてな。先の大嵐で被害を受けた家屋の修理にウユイポ材を使い果たしてしまったのですよ。アボキシャと合わせて調達には10日ほど必要でしょう。悪いがそれじゃ遅いんだ。場所教えてくれよ、私が取ってくるからさ。そんな王女を使い走りのように扱うなど、礼儀を重んじるこのウケブには到底できぬ相談です。だから気にすんなって言っただろ。そうですか、では気にしません。ところでそちらのハヌハヌ族は。俺は次の遺品花祭のまとめ役だ。神輿を修理するために同行してる。本当かどうか眉唾だが、ウクラマトたちの話ではあれは足の不作を解決するためのマグでもあるって話だしな。ほう、遺品花祭の真の意味をご存知とは。昨今ではハヌハヌ族でも知らぬ者が多いというのに、さすがは王女ですな。まあな。ウユイポの木が伐採できる場所には私が案内しましょう。アボキシャの方はお仲間に任せてもよろしいですかな。キキトラ道のあたりを探せば必要な分は取れるでしょう。あそこなら何度か行ったことがある。俺が案内するよ。
お願いね。よし、ソード決まれば行動開始だ。おかしら、面白い話が聞きましたぜ。ほう、いい話さいね。本命がダメだった時の備えとして泳がせておくのも悪くないかもよ。どうやらメス猫ちゃんにも使い道ができたみてえだな。
よく聞こえなかったな。もう一遍言ってみろ、おっさん。何度でも言ってやるとも。私はウクラマと王女からこの神輿の修理を頼まれたのだ。お前に渡すわけにはいかぬ。ましてや相手が挨拶もできぬ無礼者ならなおさらな。できれば穏便に解決したかったんだけどな。仕方ない、こいつやっちゃおっか。面倒なことになった。ああ、急いでくれ。何？ウクラマトか？下がって、ウケブ。みこしは俺が守る。怖いなら出しゃばらなければいいんだよ。俺一人だけじゃみこしを直すのは無理だった。ウクラマトたちが助けてくれたからもう一度イヒハナ祭を開くことができるんだ。だから俺は祭りのまとめ役として死んでもこいつを守る。なら望み通り死んじゃえ。待ちやがれ、爆撃じゃ。私の全力の一撃を。これが君たち劣等種との差だよ。もっともっとだ。泣いて許しを請うまでその身に刻み込んでやるぜ。神輿を奪って試練を超えようって魂胆、祝福の兄弟が聞いて呆れる卑怯ぶりね。お褒めに預かり光栄ってもんよ。何人来ようがまとめてぶっ潰してやるぜ。待ってくれお頭。あんたが本気で戦えば死人が出ちまう。あっちの方はうまくいったって報告が届いた。だからこの場は。なら、ここで無駄な体力を使うこともないに。命拾いしたら。マムークはまだ相当をあの忌まわしき存在にすがっているのか。大丈夫か。死んだりしないよな。へっ、そう簡単に死ぬ私じゃねえよ。それよりイヒハナ祭、済んだろ？ああ、やろう！
集まったのはこれだけか。何、イヒハナ祭が始まればハヌハヌ族はじっとしていられまいよ。そうだそうだ、ウケブの言う通り。さあさあ、みこしに乗ってくれウクラマト。イヒハナ祭を始めるぞ。よっしゃ、わかった。イヒハナ祭は豊穣を願う祭りだが、込められた意味はそれだけではない。担ぎ手と乗り手、両者の友情が末永く続いていくことを願う杯事でもあるのだ。いいかいいか、みんな、俺たちが担ぎ上げるウクラマと王女はイヒハナ祭を復活させてくれた恩人だ。羽が抜けようが、肩がいかれようが、絶対絶対落とすんじゃないぞ。せーの、うぜ。腹が減ってるからって見てるだけでいいのか。担ぎたいやつはついてこい。おや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 、王族が御輿の乗り手を務めるとは、あなた以来じゃないですかねえ、グルーチャーちゃん。よーし、担ぎ手は集まった。向かうはコザヌアキーだ。さあ見るがよい。ここからがイヒハナ祭の真骨頂だ。みこしは周囲に集う者たちの魔力を集め、束ね、増幅し、ケースハリー像を通じて大地に注ぎ込み、地脈を刺激して流れを加速させる。
おお、足が。これが遺品花祭の豊穣魔法なのね。みこしがマグだって話、本当だったのか。すげえ、すげえよ。こんなの今まで知らなかったぜ。全部が元気になったわけじゃねえのか。一度の豊穣魔法ではこれが限界ということだろう。これから何度も遺品花祭を繰り返せば、全ての葦が活気を取り戻すはずさ。この場合、試練はどうなるのかしら。心配は無用ですよ。葦の不作を解決することは偶然ではできません。たとえ一本でも元気にできたなら、それは試練に本気で向き合った証です。みこしがマグであることを見抜き、解決策を遺品花祭に求めたのは実にお見事。しかしあれほどの効果を発揮したのは私が小鳥だった頃以来でしょう。それはつまり、みこしの修繕を怠ったことでマグの力が弱まり、遺品花祭が形骸化していたということ。兄さん、不届き者が出たもので遅くなりましたが、選者の方がいらっしゃるならちょうどいい。これは素晴らしい。はあ？水を垂らしただけで葦が元気になっちまった。葦の不調は血脈の流れが滞っていることが原因だった。あなたはそれを水のエーテル伝導率を高める錬金薬を流すことで解消したのですね。水の流れにも簡易的な血脈としての役割を与えることで、エーテルが効率的に流れるように。これもひとえにシャーレアン魔法大学で培った知識と賢人たちの協力のおかげですよ。賢人だって？いいか、イラマチ、これがトツ国の知識と技術だよ。うまく扱えばこんなにも簡単に物事を運ぶことができるのさ。それこそ重いみこしを担ぐ必要もなくね。はあ、やっぱ兄さんはすげえな。ウクラマトさんのやり方が間違ってたわけじゃないわ。たどり着いた結果は同じだもの。そうだそうだ、何より遺品花祭楽しかっただろ。あ、めっ
ちゃくちゃ楽しかったぜ。この村には前にも来てるから、お前らのこと全部分かった気になってたけどよ。アシのことといい、イヒーハナサイのことといい、私が知らないことばかりだった。だけど今度こそ、ちゃんと分かった気がする。そしたらよ、もっと好きになったぜ。この村と、お前らハヌハヌ族のことが。こちらこそだよ。自分たちの神輿が持つ本当の意味、教えてくれてありがとな。ではでは、見事試練を超えたお二人に秘跡を授けましょう。どうぞこちらへ。よし、残るはあと5つだ。では、僕はこれで。たく、兄さんは余韻も何もあったもんじゃねえな。ウクラマト、次のイヒハナサイの季節にも来てくれよな。今度はトライオラの王様としてさ。それじゃ、一旦トライオラに戻るか。みんな、世話になったな。また会おうぜ。この国もまた面白くなりそうだ。こいつがコーナー王子の作った錬金薬。試作品らしいが、中身は同じはずでさ。でがした。俺様たちは何が何でも勝たなきゃならねえ。そのために、使えるものは使っていかなくちゃな。Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.